そうだね。村に向かってそこでみんなと合流しようか。ああ、アリスたちもおそらく片付けられただろうし。ジュソルバート殿、ありがとうございました。この一帯の討伐は完了しましたし、行きましょう。うん。アリス殿、何かあったのか。何かとは。普段勝ち気なものが心に迷いがあるときに見せる表情は共通している。迷い、そうですね。迷いならば少々ありました。しかし、騎士たる者が進むべき道を進まず悩むことは道に反することです。今後はそのようなことがないよう気をつけたいと思います。我は決して咎めたのではない。アリス殿が心配であっただけだ。どうされた。申し訳ありません。以前のデュソルバート殿と少し変わられた気がして、つい、あのキリトという剣士が言ったのだ。本心を言わなければならぬ時もあると。非常に不本意極まりないが、我は少々影響を受けてしまったのかもしれん。なるほど。本当に彼は破天荒で人の心を揺るがす困り者です。うん。だが特に悪いこともない。本音を口にした結果、厄介な弟子が二人できてしまったが。リネルとフィゼル。勝ち気な者とはフィゼルのことですね。近頃の二人はジュソルバート殿にすっかり懐いているようにお見受けします。いや違う。先ほど思い出したのは、ジュソルバート殿、あれはいつも眠る我を揺り起こしてくれた手の持ち主だ。我と同じ指輪をつけていた。ジュソルバート殿にも失った記憶の残滓が存在する。まるで私にとってのセルカと同じ。それはきっとシンセサイズの秘儀の際に奪われた記憶の中にある大切なもの。ジュソルバート殿はその手の持ち主を懐かしく思われることがありますか。ああ。会いたいと、その手の持ち主について知りたいと思うことはあるのですか。わからぬ。ただ我はあの手に再び触れることはかなわない。おそらくもう二度と守ることはできはしない。失ったものを取り戻すことはできぬからだ。我はあの記憶についてそれ以上思い出すことはできぬが、その事実だけは理解できる。この手で守ることができない何かに対し思いを馳せることは感傷的になるだけでいい結果にはならない。ええ、そうかもしれませんね。余計な話をしてしまった。すまぬ。そんなことはありません。気遣っていただきありがとうございます。いや、アリス殿が懸賞であるならばよいのだ。それでは行こう。それじゃ。ああ、終わったね。終わったな。
Thank you.
せ。はっ、きっと勝てる。ジェネレートルミナスエレメント。
ディスチャージ。いいぞ。ん？よ、お待たせ。ちょうど私たちも今着いたところよ。一応通りがかったところにいた魔獣はみんな討伐したわ。キリト君、お疲れ様。アスナもな。アスナったらバーサクヒーラーっぷり発揮してくれてすごかったのよ。もうさすがアスナ。ちょっとリズ、恥ずかしいじゃない。ねえねえ師匠、稽古つけてよ。さっき魔獣と戦ったんだけど手強いやつがいてさ。次の動きが決まり時間ができればな。遊びに来たのではないのだぞ。はい師匠。手っ取り早く聖騎士になれるような指導をしてって頼んだのに。その要求自体が理不尽なものだとなぜ気づいてくれないのだ。師匠、二人の連携で強い魔獣を倒したのでご褒美を要求します。お前たちは師弟関係という概念を根本的に間違って捉えているようだ。よし、それじゃあ村で情報を集めよう。あ、そうだな。どうして？
こいつか。行こうか。そして再び魔獣の情報収集のため村へと戻った。いいですか？わかりました。よろしくな。勝ったね。勝ったわ。私たちの勝ちだ。と手強い相手だ。大丈夫かな。行くぞ。Ah!
終わったな。お疲れ様。報告に行こうぜ。俺たちは魔獣の討伐を終えたことを村の住民に伝えた。住民たちは例の魔獣がいなくなり安心したようだ。ありがとう。どういたしまして。そして俺たちは再びいなくなった子供たちの情報収集に戻ることとなった。とりあえず行ってみましょう。一体何の騒ぎですか？ああ、何人かの村人が近衛兵と揉めていてね。近衛兵と？どうしてです？あんたらは知らなさそうだな。最近村の子供たちが何人か行方不明になったんだ。行方不明？対策本部で聞いた事件と関係があるかもしれないよ。ああ、そうだな。では近衛兵の捜索でも子供が見つからないからあのような騒ぎになっていると。いや、騒ぎの理由は少し違うんだ。実は行方不明の子供を探してくれるよう近衛兵には再三頼んだんだが、彼らは一向に応じてくれなくてね。業を煮やした村人が近衛兵に詰め寄っているのさ。なぜ近衛兵は村人の求めに応じないのでしょうか？わからないけど、騒ぎがこれ以上広がる前に止めよう。たかだか平民風情が我々の職務を理解しているのか？それはもちろん分かっています。ですが魔獣がうろつく状況の中で村の外で子供たちを探すなど私たちには困難なのです。何度言われようと無駄だ。我々に暇などないのだ。失礼ですが、その辺で言い争いをやめてはいかがですか？貴様何者だ？私は集権士として魔獣退治に協力しているものです。事情は聞きました。なぜ子供の捜索に対応しないのですか？迷子になった子供の捜索などしつけを怠った親の仕事だ。我々には何の責任もない。いなくなった子供たちの中には一人で村の外に出られないような子もいました。もしかしたら魔獣の仕業かもしれません。魔獣の仕業だと？自分たちの行動を顧みず我々近衛兵の職務怠慢だと言い張るつもりか？いえ、決してそんなことは。付き合ってられんな。我々の責任ある職務を侮蔑する者に傾ける耳などない。そのようなことが許されるなど。なんだ、何か用か？いえ、あまりにひどい。このような者たちに北帝国が守れるというのか？メディナ。メディナだと？もしお前オルティナノスケの小娘か？なぜ私を知っている？我が弟は修剣学院に通っていてな。何でもオルティナノスケのメディナという小娘が我が弟を差し置いて生意気にも上級修剣士になったというではないか。
欠陥品が所詮不正でも行いのし上がったのだろうが、非常に不愉快でな。貴様の名は一度聞いたきり忘れなかった。こんな場所に一体何をしに来たというのだ。オルティナノスケのものと同じ空気を吸うなど耐えられん。私は今の発言を訂正してください。アリス様、メディナ殿は正当な手段で上級修験士になられたのです。そうだぞ、俺は試験を見ていた。不正なんてメディナはやっていない。なんだと、小賢しい学生どもが。なんならここで切り捨ててやるぞ。ここでは人の邪魔になります。立ち会いならば場所を変えてお受けしますが、どうしますか。何、おや、まさか学生相手に敗北するかもしれないとお思いなのですか。そんなわけはなかろう。私は多忙ゆえ相手をしている暇がないのだ。まあいい、今回だけは見逃してやる。私の寛大さに感謝することだな。アリス、メディナ、大丈夫か。おそらく以前の自分なら聖豪騎士であることを理由に躊躇なくあの者を処罰していたでしょう。しかしそれでは貴族としての地位を盾に村人を愚弄したあの者と同じになってしまう。アリス様、ありがとうございます。当然のことです。大切な仲間を愚弄されるなど許せませんから。仲間、それはそうと、キリトカラントの捜索が滞ってしまうかもしれませんが。なあ、俺も同じことを考えていたよ。子供たちを探すんだろ。心配しなくても、みんなアリスと同じように考えているはずさ。はい。あの、なんでしょうか。子供たちは私たちで探します。本当ですか。しかしあなた方も魔獣退治という仕事が。そんなことはどうでもいいですから、早く探しに行ってあげないと。どっちにしろカラントを探すためには村の近くを捜索する必要があるし、問題ないわよね。そうです、私たちでやりましょう。ありがとうございます。早速力を貸してくれる方々がいらしたと他の者たちに伝えてきます。ありがとうございます、みんな。それじゃあまずは村の人たちに話を聞きに行こうか。